ポイントは3つです。1つはバッテリーが完全には死んでいないこと、2つ目はスロットルを4分の1から8分の1ひねること、3番目はなるべく強く力が入るようにキックをすること。皆さんこんにちは、千葉県勝浦市のオートバイ店サイクルクラフト純です。最近の動画は犬と遊んでいるところだったり山に登っていたり、あまりバイク屋とは関係ない動画が多かったのですが、今日は皆さんのお役に立てる動画をと思ってアップいたします。最近はコロナ禍のせいか、しばらくバイクを乗っていなかったらかからなくなってしまいましたという修理の依頼が多いです。で、私が出向くと、かかってしまうと、でかけ方を説明するとかけられるということがよくあります。なので今回この動画でそのかけ方のコツをお伝えしたいと思います。それではやっていきます。それではこのスズキのレッツ4を使ってご説明をしていこうと思います。こちら当店の中古車です。バッチリ整備がしてあって、今指導性も抜群なので、ちょっとエンジンがかからない状態というのを再現することができないんですけれども、なるべく分かりやすくこちらを使って説明していこうと思います。まずバッテリーですね。鍵をオンにして、ブレーキを握ってスタートボタンを押します。まあこれは調子がいいバイクなので、はい、すぐ始動してしまいます。まずこの、スタートがキュル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 という音が強いか弱いか、なかなか感覚的なものなので言葉で説明はできないんですけれども、これが弱いと、はい、かかりづらいのは当然です。そしてそのキュルキュルが弱くてかかりづらかったら、まずそこで、スターターボタンを使うのは一度やめてください。はい、かからない、弱い状態でいくら回してもかかりませんし、さらにバッテリーが弱くなって完全に放電してしまうと、これからご説明する、キック、ね、足で踏んでかけるキック始動もできなくなってしまいます。はい、それではまずはじめにダメなキックの例からやっていきます。ちょっとエンジンがかかってしまうので、わざと A スイッチオフの状態でキックだけします。でダメなキックの例です。はい、こういう感じでかけられない方が多いです。はい、今のキックのダメなところは3つ。まず1つは、ダメではないんですけども、ブレーキを握りながらキックをしている人いるんですけれども、まずこれは必要ないです。エンジンをかけるときにブレーキを握ってスターターボタンを押すので、キックの時もブレーキを握らなきゃいけないと思ってブレーキを握る人がいるんですけども、これ必要ないのでまず握らなくても大丈夫です。はい、次、キックをするときに、アクセル、スロットルを、ひねります。これは正解なんですけども、それをですね、キックのタイミングに合わせようとする人がいるんですね。でこれ意外と初心者の方ではなく、昔からオートバイに乗っているベテランの方で結構多いんですけど、なぜかキックとスロットルをこう同調させようとしてこうタイミングを合わせるんですけど、それが余計です。それをすることによってかからなくなっているのをよく見かけます。次に、キックなんですけど、原付スクーターのキックって車体の左側にこうついています。車種にもよるんですけど、でここを軸にキック回るので今やったみたいにバイクの後ろ側に立って踏み下ろすと力が入りやすいです。それを、さっきのように横に立って踏むと非常に力が入りづらいです。なので、僕が教える時はバイクを後ろに出します。
で、アクセルをひねりながらかけたいんですけれども、手が動かないので、ハンドルを右に振ります。少しでも近くに来ます。そして、アクセルは初めからひねっておきます。目安としては、8分の1から4分の1。これ後で見せますけど、車体にもそういう説明が書いてあります。まあ、イメージ的には半分弱アクセルをひねっておいて、で体はなるべくバイクの後ろに行きます。でひねっておいてキックを前に踏み出す感じ。このやり方が、一番かかりやすいです。こちら新車のスズキのバイクです。昔のバイクは書いてなかったんですけど、最近は多分その初心者の方対策だと思うんですけど、シートの下にこのようにエンジンがかかりにくい時はスロットルグリップを8分の1から4分の1ほど回しスタータースイッチを押してくださいと書いてあります。はい、エンジンのかかりにくい時スロットルを少しひねるとかかりやすくなります。普段はひねらなくて大丈夫です。コンディションによってはひねらない方がかかりやすい場合もありますが、しばらく放置してあったバイクだったりかかりにくい場合はそのようにかけます。はい、それではちょっとおまけですけども、なぜエンジンがかかりづらい時にスロットルを8分の1から4分の1開いてくださいと書いてあるかの、分かりやすい説明をしたいと思います。実際はですね、車種にもよるんですけれども、エンジンがかからない時に、アクセルを目いっぱいひねった方がかかりやすいバイクもあります。で、このスズキのバイクに関してはなぜそれが、アクセル全開ではなく4分の1、8分の1と指定されているかの説明です。それはですね、アクセルを全開にしているとエンジンがかかった瞬間に飛び出すと危険なので、アクセルをひねりすぎているとエンジンがかからなくなる安全装置がついています。はい、でその安全装置があるおかげでかからないので、単純な仕組みのエンジンだとアクセル全開の方がかかりやすいコンディションがあります。レッツ4もエンジン単体で言うとそういうコンディションの時はあります。ただアクセル全開だと安全装置が働いてかかりません。なので安全装置がかからないギリギリのアクセル回路が一番かかりやすいアクセルのひねり方になります。ちょっと分かりづらいので、エンジンをかける前にやります。アクセル、これからやることはアクセル全開で、スターターボタンを押します。キュル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 っとセルが回るんですけれども、安全装置が働いてエンジンはかかりません。そこでゆっくりアクセルを戻していくとその安全装置が外れたところでエンジンがかかります。なのでそこが、実はエンジンがかかりやすい一番いいところなんですけども、そこギリギリを狙うと、ちょっとひねりすぎただけで安全装置が働いてかからないので、メーカーの指定では8分の1から4分の1と少し余裕を持った数字になっているのではないかと思います。実際は2分の1ぐらいまで大丈夫です。やってみます。これ押してもかかりません。少しずつ戻していきます。ここです。はい、まあこんなことを説明してもしょうがないかもしれないんですけども、理屈が分かると対応がしやすいと思うので、この情報を踏まえてお客様がご自分で対応できれば、困った時にエンジンをかけてなんとかなるんじゃないかなと思ってご説明しました。はい、最後にまとめです。今説明したものはスズキのレッツ4アドレス V50 を基準にご説明をしました。車種によっては
ちょっと違ったり、場合によっては真逆のことをしなければいけない場合もあります。なのでこの動画を見て 100% 鵜呑みにして、例えば違う種類のバイクとか、あのスズキのバイクでも、昔のツーサイクルのレッツ2とか、他のメーカーのバイクとか違うところもあるので、一概に判断せず他の車種の方は参考までに聞いてください。またよくある車種ごとに同じような動画を上げていこうと思います。よろしくお願いします。バッテリーがあってアクセルを少しひねってもう一気にキック、この3つです。